バンティエンズンバンティエンズンは、ベトナムの軍人、政治家。ベトナム共産党中央委員会政治局員、ベトナム人民軍総参謀長、国防大臣を歴任。ベトナムで最も有名な将軍の一人で、1975年の、ホーチミン作戦を直接指揮した。最終階級は大将。バンティエンズンは1917年、でホワイトという名で、ハノイ トゥリエム県コニュエシャに生まれた。貧しい家庭で土地もなく、母親は彼を産んで間もなく死亡し、ズンは父に従い、ハノイを出た。彼が15歳の時に父親が救世し、ズンは学校を辞め、家で仕立て屋の手伝いをした。17歳の時、バンティエンズンは繊維工場労働者としてハノイに戻った。1937年11月、 インドシナ共産党に参加。1939年から1944年の間、彼はフランス植民地当局により3度逮捕され、2度脱走している。1939年11月、フランスによりソンラの刑務所に送られた。2年後、ソンラ省からハノイに護送される途中、彼は逃亡した。 1942年12月から1943年3月、彼は、ボツカワジにおいて、僧侶の名で活動していた。1944年、彼は、幕人証投資部書記、及び、トンキンイところ書記の肩書きを有していた。この時期、彼は、ミスプリンセス、グエン・チーキーと知り合い、革命運動を共にし、やがて結婚した。 1945年1月、フランス植民地当局は、欠席裁判で、彼に、死刑判決を下した。1945年4月、彼はドンキン革命軍人会常務委員に、任命されるとともに、クワンチュン戦区の責任を割り当てられ、クワンチュン戦区委員会書記を兼任した。1945年8月、彼は、ホワビン、ニンビン、および、 タインフォアの各省における軍事力による権力掌握を指導した。1945年の8月革命後、彼は第二戦区の設立を担当し、戦区政治委員として中央軍事委員会に参加した。1947年2月12日、ベトナム国軍政治局局長に任命され、当中央軍事委員会副書記となった。 1948年1月20日に少々に任命。フランスとの戦いで彼は第320代団大団長権政治委員を務めた。1949年10月13日、第3連区政治委員を兼任。1951年2月、ベトナム労働党第2回党大会で中央委員候補に選出。 1953年11月から1978年5月まで、彼は1954年のわずかな中断を除き、ベトナム人民軍総参謀長を務めた。1954年時には、ジュネーブ協定志向のための停戦合同委員会、ベトナム人民軍総司令部代表団長を務めていた。1959年8月31日、上昇に昇格。 1960年9月、第3回党大会において、党中央委員、政治局委員候補に選出され、序列第13位となる。1961年1月23日、第3期党中央委員会第3回総会において、党中央軍事委員会副書記憲常務委員に任命。ベトナム戦争中は、党軍事委員会及び総司令部の代表として、前線に派遣され、 主要作戦を直接に指導した。1971年春、国道9号イコール南ラオス作戦を指導し、米軍、南ベトナム軍のラムソン719作戦を撃破。1972年、チティエム作戦を指導し、クアンチ省を占領。1972年3月、統制事局員に選出。1974年4月、 大将に昇格した。1975年2月から3月、ターイグエン解放作戦を指導し、中部高原を占領。1975年3月25日の党、政治局会議決定に基づき、4月8日に、サイゴンジャディン解放作戦司令官に任命。4月30日に、南ベトナムの首都サイゴンを陥落させ、ベトナム全土を解放した。 1976年12月の第4回党大会において政治局員に再選出され序列第10位となる。1978年5月中央軍事委員会第1副書記に任命され、1984には中央軍事党委員会書記に昇格した。1980年2月7日のファムバンドン内閣の改造において、 国防大臣に任命された。1982年3月の第5回党大会において政治局員に再選出され、序列第6位に昇格した。しかし1986年、軍内部におけるレズアン体制に対する批判から人民軍党支部大会において次期党大会に出席する軍代表に落選してしまう。レチョンタン総参謀長の休止により、 軍代表補欠名簿の筆頭に上がり、同12月の第6回党大会で、過労死て中央委員には再選したが、政治局の地位に止まることができず失脚する。翌1987年2月16日、国家評議会決定による、省庁改編と内閣改造があり、国防大臣を更迭された。 1991年6月、第7回党大会において、党中央委員を退任。2002年3月17日17時30分、第108中央軍事病院で死去した。85歳没。金星勲章、法治民勲章、その他勲章、メダル等を受賞夫人は、グエン・チーキー。ありがとうございます。